はい、この形で、今度はバチンとやらなくていいですからね。上段回し、それから前足での上段回し、この動きね。ダーン、うん、ダーン、ダーン、うん、ダーンというふうに連続で蹴ります。この時に正確にこの剣サポーターに足を当てる。蹴ったら引き足を取る。前足も一緒、引き足を取ってください。そして必ず正確に蹴れるようになるということね。これが一つで、もう一つは後ろ回し当てます。当てます。強くやらなくていいです。正確にこの赤いミットに回して当てる感じね。この動きも覚えてください。これは試合で使わなくても大きく回った後にきれいに構えるということね。バランスを崩さずに構えるということ、これが大事なポイントです。2種類やります。わかりました。はい、立ってください。